皆さんこんにちは、キャスター STV の小林です。原田です。今回はですね、これから受験勉強を始める高校1年生、2年生の方向けに、はい、まあ、最初の頃にちょっと触れる参考書のおすすめをね、はい、一気に10個紹介したいなというふうに思います。やりますね。はい、でも一応英語、国語、数学、はい、まあ、一応主要科目全部網羅します。はい、で、まあ、別にこの10個を使ってくれというわけではなくて、この中でまあ1個でもちょっといいなって思って手に取ってね、はい、受験勉強をスタートするきっかけになればということで紹介しているので、はい、この10個をセットでやるのがおすすめというわけではないので、はい、そこはちょっとご了承ください。はい、なので、いろんなこうコンセプトで、なんかこういう意味でいいとか、こういう意味でいいとか、いろんなこう軸で選んでいるので、はい、何か1個でも皆さんに引っかかってもらえればなというふうに思います。まず最初に、じゃあ英語ね。はい。行きましょう。まず一冊目、何ですか？はい。速読英単語、入門編でございます。あ、入門編ですか？はい。はい。まあ、これですね、一応、まあ、はい、必修編っていうね、一個上のレベルもありまして、はい、さらに上級編ってあるんですが、まあ、上級編は難しいんでね、置いといて、はい、まあ、どっちかかなと。うんうんうん、で、まあ、高一生の方がいることを含めると、はい、僕はね、入門編でも全然ある。あ、そうなんですね。と思ってます。で、はい、これ何を目的としてるか。単語をただただ暗記するなら、別に速読英単語じゃなくても、はい、システム英単語をね、改定されましたし、うんうん、ターゲットも改定されましたし、ね、他の単語帳でもいいの、鉄壁でもあれもいいんですけど、はい、好きなものを使ってください。うん、だけど、これやってほしいのは、やっぱりね、読むことをしてほしいです。ああ、なるほど。で、皆さん知ってる通り、はい、速読英単語というのはですね、左側に英文、右側に日本語を書いてあって、はい、その後ろに単語が、うん、まあ、英語、日本語というふうに書いてあるんですけれども、はい、まあ、今後ね、共通テストとか始まるじゃないですか。うん、はい、そうです、ね。でも共通テストとかもいきなりドンって文章始まるんですよ。そうです、そうです。なんか最初に発音アクセントで、ちょっとこう、エンジンかけてみたいな、うん、で文法問題でちょっとガソリン入れて、ドンみたいな感じじゃなくて、もういきなり読まされるので、はい、普段からもうスッとこう、英文に、うん、入っておくみたいな習慣がすごい大事なのと、やっぱりたくさん読まされるじゃないですか。はい、だから、たくさん読む訓練っていうのも必要なので、うん、はい、そういった意味でもね、速読英単語じゃなくてもいいんだけど、はい、まあ、左側に日本語、ごめんなさい、英語書いてあって、右側に日本語書いてあるようなも、うん、サクサク読めるようなものを、普段からたくさん読んだり、音読したり、繰り返しね、やっておくってことがすごく僕大事だと思っているので、だから、難しくなくてもいいから、はい、そのスピードも結構大事なんでね、なるほど、そういう意味で入門編はいかにあり、はい、そんなに長くないし、10行を超える文章確か少ないんですよ。あんまないです、ね。まあ、ありますけどね、はい、そんな多くないし、簡単、単語も簡単、うん、で逆に言うとここに分かんない単語あったらまずい、そうですね、ってことですから、うんうんうん、基本単語しかないんでね、はい、だからそういう意味でこれ使ってみるのがいいかも、はい、ただ、まあ、結構こうもうすでにかなり基礎ができてて、うん、上位レベルの子とかだとさすがに簡単すぎるよっていう子は、うん、まあ、こっち使ってもいいと思うんだけど、うん、まあ、多くの人は僕はねこう、まあ、ちょっと入門ってねあんまりこう、ね、やりたくないイメージあるかもしれないけど、うん、でも ね僕はこうおすすめします。まず1冊目これ、はい、1冊目、はい、続いて2冊目お願いします。はい、これね動画でも扱ったんですけど、はい、もう丸暗記ゼロのビデオマスターやりましたね。はい、実はこの、清川先生でしたっけ、はい、受けてたという、あ、そうです、僕受けてた、そうね、受けてたという、はい、素晴らしい先生なんですけれども、はい、まあ、このね、イディオムマスター何がいいかというと、はい、まあ、1ページに2個しか熟語が載ってないんですよ、うんうん、で、要はその分ですね、説明がしっかりと書いてあって、うん、ね、例えばこっちこういう言い方をするとこうなるよとか、うん、こういう言い方をするとこう変わるよとか、うん、これと同じ使い方だよとか、うん、そういうのをね、書いてあるわけですね、はい、例えば今まあパッて見てもゲットアットって書いてあったんだけど、はい、ゲットアットだったら到達するっていうのもあるし、うん、手に入れるっていうのもし狙うっていうのもあるよね、うん、狙うっていうのだったらエイムアットと一緒だよとかね、うん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 、で下にもこう例文が書いてあるんですけど、はい、まあこう前も動画で紹介した時も言ったんだけど、ちょっとこう授業を受けながらイディオムを勉強しているような気になれるので、うんうんうん、はい、普通に読み物として結構いいというふうに思います。で、まあ、500個ちょっとしかね載ってないですから、うんうんうん、まあ、これ暗記すれば入試の基礎。そうですね。そうで、いきなりこのシステム英熟語とかって結構量多いじゃないですか。うん、多いですね、あれは。そう、だからああいうのちょっとまあ最初だとハードル高いんで、はい、まあ、読み物としながらその基本的な、まあ、さっきのゲットアットもそうだけど、はい、その簡単なね、うん、簡単って言っても結構大事なんだけども、はい、そういったものをね理解するという意味ではすごく僕はこの、うん、本はおすすめかなというふうに思います。はい、ただ丸暗記、注意点としては丸暗記がゼロではないです。うん、そうですね。そうですね。丸暗記ゼロって書いてあるんですけど、はい、暗記はゼロでもないですし、はい、赤シートもついてます、ね、ついてますか、はい、これお決まりのね、はい、お決まりのあれなんですけれども、はい、なのでいいとは思います、はい、ただ丸暗記ゼロではないです、はい、ただ要は何も思考停止で覚えるんじゃなくて、うん、説明とか見ながら理解型で覚えようね、うん、ということだと思います。はい、これが英語の2冊目でございます。続いても英語ですかね、はい、英語の3冊目ですけど、これは読解
ですね、はい、読解のまあ入門として、はい、英文解釈の技術70の、ね、70なの入門です、うん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 、これちょっとシリーズがね、はい、4個もあるんで難しいです、ありますね、まあ、はい、これがね、まあ、受験の基礎というか、うんうんうん、まあ、なので、はい、この上のレベルだとちょっとまあ難しいかもしれないんですけど、はい、これは非常に標準的な、うん、例えばこう構文ですね、はい、to なんとか it to 構文とか、はい、現在物詞の訳し方こういう風に訳しますよとかっていうのがしっかり書いてあるので、うん、標準的な読解の力をつけると、うん、あの解釈の力をつけるという意味でいいと思います、はい、やっぱり最初からあの投資図とか、うん、まあ、ポレポレとか、うんうんうん、やりたい人もいると思うんだけど、はい、ちょっとむずいと思うん で、 難しいです、ね、まあ、これでもちょっとこれが難しいよって人は、はい、もう一個超入門っていう人があるので、はいはいはい、あの高一生の方とかはそこから取り組んでいただいても、うん、僕は全然いいと思います、うん、はいはい、全然これでもいいし超入門でもいいと思います。あの、はい、難しすぎるのから始めると難しくて嫌になるんですよ、うん、受験勉強ね、うん、だからあこういう風に解釈すればいいのかってコツをつかんでね、うんうん、はい、でレベルアップしたら、まあ、好きな参考書やればいいんで、うん、まず最初にこういったものをやってみるのはいいかなと思います、はいはい、続いて4冊目ですね、お願いします、はい、こちらですね、東進のレベル別問題集のレベル1です、はいはいはい、あ、レベル1、これなんでか、なんでかなんですけども、はい、教えてください。あの基本的にやっぱ受験勉強ね、はい、あのやっぱ全然できないとテンション下がるじゃないですか、うん、そうですね、そうかといって簡単な問題をずーてても意味ないじゃないですか、うんうん、力にならないですね。でかつあの英文法って共通テストが始まるあるので、はい、センター的なその共通テストでは出ないんですよ、うんうんうん、そうですね、出ないですね。なので軽視する人が増えると思います、うんうん、ただやっぱ国立とか二次次第だとかだと、うん、まあ、出たりしますし、そうですね、あの文法を理解してないのはまずいですね。確かに、だからこういうこう解釈とかもね、できなくなっちゃうんで、うんうん、そなのでレベル1とか、はい、まあ、1簡単すぎるってことは2とか、うんうん、で自分ができるけどちょっと忘れてるとこあるよねみたいな、うん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 、まあ、1とかもガンガン中学レベルなんですけど、はい、まあ、1とか2ぐらいをやってあの抜けはないようにしときたい、はい、中学レベルとか、まあ、高校受験レベル、あと高1レベルぐらいは、うん、ちょっとできるようにしなきゃねということで、あの選びました、はい、で何がいいかというと、もう薄い、もうそれだけ、うんうん、薄い、そう、なんかそれ以外の理由はあんまないです薄いだからサクッとできる、はい、そうだからちょっとこう時間つぶしでサクッとできるので、うん、はい、まあ、英語に、うん、英文法を結構軽視する人多いと思うんだけども、うんうん、はい、サクッとできるし、あえてちょっと自分のレベルよりも少し下ぐらいでもいいですよ、うん、最初はね、うんうん、だからあ丸だ結構嬉しいみたいな、うん、8割丸だやったみたいなねそこからさすればいいですよ、はい、だからそういう意味で1とかレベル2おすすめします、うん、はい、はい、続いて国語ですかね。はい、国語です、はい、国語何ですかね。はい、5冊目なんですけれども、はい、ね、こちらですね、現代文キーワード読解、はい、これ多分まだね、はい、あの YouTube で紹介してないと思うんですけれども、これはまあ何がいいかというとですね、まあ、僕らいつもあの現代文はキーワードからっていつも言ってます、はい、いろんな動画で言ってるんですけれども、はい、まさにこれはそのキーワードを使って読解していくという意味なんですが、うん、はい、まあ、あのキーワード読解というよりもキーワードも載ってるし、はい、あの現代文の読解法も載ってるしみたいな、そういう本だと思ってもらった方がいいです、はい、うん、なんかキーワード使いながら読解とあんまり思いすぎない方がよくて、うんうん、でもいいのはあのいちいちですね、あのなんていうのかな、問題みたいに細かく解かなくても、はい、うんうんうん、読み物として読み進められるんですね、はい、でちょっとページ数が多くて300ページは超えちゃうんだけども、うん、読みながらその練習問題もやりながら、うん、その言葉の意味も覚えられるっていうことなので、うんうん、はい、あの非常にこう例えば電車の中で読むものとか、うん、まあ、特にこう国語頑張りたい人っていうのとか、はい、苦手意識がある人っていうのは、うん、まあ、おすすめかなというふうに思います、はい、まあ、非常にあの僕はキーワードの選択とかもいいかなというふうに思っております、うんうん、はい、はい、練習問題としておすすめ、はいはい、続いて国語 6冊、はい、6冊目ですね、はい、これがですね漢文早覚え速答法でございます。ほうほうほう、はい、え漢文って思うんですけど、思いましたね、漢文がいいのはですね、例えばこれね、実は漢文早覚え速答法ってちょっと国立とか次第二次のレベルのことも書いてあるんですけども、うん、はい、それを除くとですよ、はい、それを除くと、まあ、大体ですねページ数でいうと200ページぐらいなんですよ、うんうん、それでなんと終わりです、選択試験。あ、そうなんですね、はい、共通テストも漢文出ますけども、うん、はいはいはい、終わりますから、はい、これで。なるほど。ってことはですよ、はい、漢文これわーやって、はい、うん、すごい1週間とかやって、はい、過去問とか解いたら、はい、結構できるわけですよ、それなりに、うんうん、そう、めっちゃ嬉しくないですか。嬉しいですね、すぐ点が上がる、これで上がるなら嬉しいですね。だからまあ別に全部が漢文みたいにすぐ点が上がるわけじゃないけど、うん、比較的ですねやってすぐ成果が出るも嬉しいじゃないですか、うんうん、はい、で僕古文単語にしようかなと思ったんですよ、うん、やっぱ古文単語覚えると大変だよ。そうですね、大変ですね。だから最初にね受験勉強を始めるきっかけとしてだったら、はい、漢文サクッとやって、うん、おなんか7割ぐらいできたみたいな、うん、嬉しいじゃないですか。確かに嬉しい。そういう意味でやってもいいかなと、うん、でかつさっきも言ったように200ページぐらいなんで、はい、そんな
る時間もかかるんですね。言うのやる気になれば1週間で十分終わりますから、うんうん、そういった意味でいいかなと思った本でございます。はい、続いては数学ですかね。はい、ちょっとこれ現物が今ないんですけれども、はい、基礎問題成功でございます。はいはいはい、まあ、これはまあ一般的な数学の問題集で、はい、まあど、まあ、あのいろいろ悩んだんですね。うん、あのマセマのね、始めから始めるとか、はいはい、いろいろ悩んだんですけれども、はい、やっぱりまあ、最初に取り組むとして、うん、ものとしてまあ基礎問題成功とかをちょっとやってみてほしいなという、うん、まあ、やっぱり量は多いんですけどね、はい、意識がございます。はい、どうしても数学ってなんかこういう風にサクッと1週間ってみたいなのないんですよ。そうですね、ないですね。うん、で、まあ、マセマとかは確かに範囲が終わったりとか分かんないところをクリアできるってあるんだけど、うん、まあ、はい、まあ、そこも含めてね、うん、問題集できれば挑戦してほしいなという風に思っているので、うん、はい、まあ、ちょっとね、数学の1冊目は若干普通なおすすめだなって思われちゃうかもしれないけど、うん、まあ、基礎問題成功にさせていただきたいというふうに思います。うん、はい、で、数学の8冊目お願いします。はい、8冊目こちらですね。部分点を狙い数学 1A2B と小倉先生の本でございます。はい、まあ、うちの YouTube チャンネルでも多分一度取り上げさせて、うん、2度ぐらいかな、はい、取り上げさせていただいたと思うんですけれども、まあ、今回も紹介したいと思います。はい、これは何がいいのかというと、うん、まあ、さっきね、どうしても基礎問題成功をお勧めしちゃったんで、はい、ボリューム多いだろうというふうに怒られちゃいそうだったんですけど、はい、一応こっちはですね250ページ弱のうち、うんうんうん、問題1問について、はい、問題が左上に載ってて、はい、2ページ丸々使って解説が書いてあります。うんうん、なので比較的その問題数がめっちゃ多いみたいな感じではないのと、うん、はい、解説が丁寧だし、ね、色付けがあって分かりやすい。ただ、うん、入っているものは結構そこそこ難しい入試問題なので、うん、はい、まあ、レベルが高い人が取り組むか、うん、まあ、これからレベル高くなりたい人が、まあ、ちょっとやってみて解説読んでみて、うん、あ、回答はこうやって作るのかみたいなね、うんうんうん、でこう部分点を狙いって書いてあるんですけど、要はそのきちんとした回答の作り方の本ですので、はい、うん、まあ、それを学ぶというのはやっぱ早いに越したことないんですよ。数学を武器にする人にとってはね、うん、という意味でそういったところからアプローチしてみてもいいのかなと。うん、結構数学嫌いになっちゃう人の多くって、はい、回答をどう書いてるか分かんない。あ、はいはいはい、穴埋めだったらなんか2分のルート3とかって書くけどさ、うんうん、みたいな回答プロセス書くのだるいよみたいな人多いんですよ。うん、はい、そういう人をね、まあ、防ぎたいというものもあって、うん、まあ、こちらの本紹介させていただきました。はい、はい、これで一応ね英数国家終わりなんですよ。あ、まだ残ってますよ。はい、あと9冊目と10冊目あるんですけど、はい、まあ、勉強法の本ですね。勉強法の本、はい、まあ、こちらを紹介したいと思います。はい、9冊目なんですけれども、はい、これ何でもいいんですが、はい、たまたま僕手元にあったんで、はい、東大攻略本でございます。はい、これ、はい、某予備校さんが出している、うん、その東大の合格体験記みたいなものの、うんうん、ちょっと延長でですね、はい、ちょっと特殊な本なんですけれども、はい、まあ、これじゃなくても、はい、合格体験記とか、私のなんだっけ、合格なんとかシリーズとか、はい、エール出版とか出るものとかあるので、はい、まあ、そういうですね、自分の志望校とかの体験記、まあ、逆に言うと本じゃなくてもいいんですけど、うんうん、そういうものを見てみてはいかがでしょうかと。はい、YouTube 上でもね、例えば、〇〇大生のね、合格体験記、うんうん、まあ、うちも動画出してますけど、はい、そういうのを見てみることもいいかなと思います。やっぱやる気も出ますんで、はい、そういったものを見て、勉強法をまず知るというのは非常に大事かなというふうに思いますし、はい、あとね、結構ね、僕不思議なのは、こういう東大生の勉強法って東大志望の人しかあんま読まないんですよ。なるほど、もっとね、私立の人とかも読んでいいと思いますよ。あ、なるほど、その思考のね、仕方結構ね、うん、やっぱ面白いですから、うんうんうん、どういうふうに効率的に勉強していくのかみたいなのが、うん、もちろん東大と他の大学で傾向違いますけど、うん、合格体験記って圧倒的に東大とかが多いんですよ。うん、そうですね、やっぱ世の中注目するんでね、うん、だって東大だって年に3000人しか入らないのに、こんなに合格体験記があるみたいな感じなので、うん、そういうところでもね、見てね、参考にしてもらえればなというふうに思います。それがまあ9冊目でございます。はいはい、最後10冊目お願いします。はい、最後10冊目はギャグなんですけども、ギャグ、僕の本ですね。はい、改正流ロジカル勉強法でございます。はい、私が書いた勉強法の本で、はい、まあ、大学受験に限らずですね、うん、社会人の方とかもまあ利用できるようなノウハウを、うん、本として記載させていただいておりました。はい、2019年9月に出版させていただいた本でございます。はい、概要欄にリンクがあるので、よければ、はい、ご覧いただければと思います。はい、まあ、これごめんなさい、冗談です。はい、受験の、はい、なんていうの、受験に特化した勉強法は書いてないです。うん、はい、はい、読んだと思うけど、はい、そうです。うん、なので、まあ、余裕がある人とか、うん、まあ、保護者の方とか、うん、あとは別に受験生じゃないけどこの動画見ている人は、うん、そうですね、まあ、使ってください。はい、受験生の方はこっちのね、はい、参考書とかね、うん、こういうのね、はい、やっていただいてお勉強していただければいいかな。全然買っていただくにはいいですけども、はい、思います。はい、ただもしね、買っていただけるのであれば、使い方としては、はい、全部ね、
あのやろうと思わないで、うん、あのコラム的に結構ね、はいはいはい、細切れにいろいろテクニック書いてあるんで、うん、そこを活用してもらう使い方であれば、はい、結構ねあの悪くないんじゃないかなと個人的には思いますけどね、うん、どうですか読んでみて。あ、面白かったですよ。面白かった。僕も今後あの就職という形になって、うん、今この段階でこの情報を知れたのはすごい僕の中で良かったなって思ってます。はい、最後なんかね、はい、辞書の宣伝になっちゃいましたけども、はい、まあ冗談は置いといて、まあ、ただ、はい、まあ、体験記とこれを抜いてもね、うん、まあ、8冊今回そうですね、あの参考書、うん、あのしっかりと紹介させていただいたんで、はい、まあ、1冊でもいいんですよ、うん、あちょっとあ漢文やってみるかとかね、うんうんうん、あ英語ちょっとやってみようかなとか、はい、数学ちょっとね、こういうので回答解説プロセスあったらいいなとか ね、うん、いいですね、もうちょっとした心の動きでいいんで、うん、それをあの勉強にこう着火剤としてスタートしてもらえれば、はい、もうこの動画は大成功なので、はい、ぜひね皆さん、ね、心が動いたら勉強スタートしてみてはいかがでしょうか。はい、はい、というわけで、ね、今回は、これから勉強を始める方向けに参考書を、まあ、8冊プラス2冊で、はいはい、10冊紹介させていただきました。はい、まあ、これからもですねいろんな受験生を応援するような動画を出していきますのでチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで本日も、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。